ではスマホ版の方でもね FP ガチャ引いていこうと思います。その前にこれ、例のこれ、噂の毎日頑張って引きました。コスタクルタかマラドーナ欲しい。特にコスタクルタ来るんでしょうか。コスタクルタなんか色がいいな、これ来たんじゃねとか思いつつ、キーパー来たらちょっと泣くな。ん？来たんじゃねこれ。よし、めっちゃかっこいいじゃんコスタクルタ。やっべえ。オッケーです。いやー、この人がね、グランデミランだっけ？特に強かった時代のミランをね、支えてたんだよね。いろんなポジションで。まあ、これ、冨安ぐらいの価値あるんだね。いやー、見てくださいや。見て、全部使えるっていう。うわ、やっば。うわー、いいんじゃないですか。コスタクルタありがとうございます。これ置いたら守備ガチガチでしょう。ということで FP ガチャ引いていこうと思います。と今回はね結構当たりが多いんで、ムバッペ、デパウル、サラ、クドゥス、この当たりかな。まだ当たりってない気がするんだけど、まあ4回も引けばね全部外れってことはないと思うんで、イタリアのちょっと PS5 版でもこの人から来たよ。もう、萎えました。はい、はい、行きましょい。サラーっとサラーが来たらね、まあサラーちょっと使いづらいとこあるからな。どうなんだろう。この演出は、って言ってね、わかるわけねえよ。ん？リーグワン。ちょっと一瞬期待した。ちょっと待て。おいおいおい、星4連チャンかよ。うわぁ、これ飯馬動画とか言われそう。マジか。ちょっとね、今、心が折れてます。これでキーパーでも来た日には、ちょっとこれはもう、って感じですね。なんか色がいいんで、これは期待できるのかなぁ。まあ、でもね、ムバッペが来たのも勝ちなん、曲げられないん。これも、当たりかな。外れではないけど、あれ？いつの間にアディダスになったの？アーセナル。プーマじゃなかったっけ？まあまあまあ、これはロック対象でしょう。コスタクルタで全部運持ってかれたかな。もうこれはお願いしよう。お願いします。お願いします。こっちで引こう。お願いします。カモン。来てください、何か。デパウルでもいいし、ペレグリーニでもいいし、ペレグリーニだ、オッケー。ローマ。オッケーです。まあ、そんなに引き悪くなかったかなぐらいかな。まあ、コスタクルタが来てるんで、もう文句言えないっす、今回は。ということで、失礼します。